本日この令和という新元号が発表されました。非常にうららかな感じですし、昭和の和という字も一緒に使われているので、私自身が少なくとも平成という字を最初に元号を聞いた時に感じた違和感よりは、はるかに違和感少なく感じることができるのかなというふうに思っています。ですので、もう一つはなんとなくその民度をもう一段上げなければいけないのかなというふうに思わせる、雰囲気の良さ、国家の品格の良さみたいなものを感じる言語だというふうに思っています。で、その上で個人的に、この言語を見た時に思ったのは、平成は、兵が戦隊将ですし、生はなるという字は、かなり四角張ってるので整いやすい感じなんですけど、令和の令というのは非常に矢次郎兵衛みたいに不安定 で昭和の和っていうのは左右のバランスがすごく悪いんです。でそうすると新しい橋ができたり新しい公共施設ができたりした時に、私毛筆で言語を書かなければいけなくなるので、非常に困ったなっていうのがもう一つの、率直な感想としてこの令和を聞いた時に、私の頭を思い巡らせた本当の、感想でした。以上です。